自分を信頼する自分の感覚を、そうで、これかなと思ったらそれだから。ハートに入ればもうほとんど自動的にみんな活性化する。私はだからもうその背中を押すだけみたいな感じなんですね、うんうんうん、では皆さん、うん、あの活性化しましょう、はいどうぞみたいな感じで、あとはだってみんな自分でやるからね、自分、うんうんうん、あの自分のタイミングで活性化するみたいな感じだから、だからできると思うよみんな、ハート2歳入ってれば。そうか、うん、じゃあどんどんやったらいいですね、みんなやったらいいと思います、ね、本当に本当にそう思います。空間上で伝染していきますもんね。そうなんですよ、今だからその伝染が始まってると思うよね。あ、なるほどね。うん、なんかこうあの振り子みたいにみんなが影響されて、みんながこう振り子がこう振れるようになるみたいな感じで、マカバがみんななんとなくこうね、うんうんうん、回っていきがち、うん、そういう人が増えていったら先生も、うん、まあ、タイミングよくスムーズに行われるだと思う。それを加速させるよね、加速させるよね、うん、そのタイミングを、うん、多分早めたりとか、うんうんうん、それは待ってても来なくて自分がやれば来るっていうことだよね、うん、いろんなやり方が実はあるんですよ。だからドラマバークっていうのは一つに過ぎないっていうか、まあ、自分が一番やりやすいやり方であの入ればいいと思うんだけど、私が最近気に入ってるのは、で結構みんなに それでこう誘導やらせてもらったりする時があるんですけど、直接心臓のところに行って心臓に話しかけるっていうのをやるんですね。だからまず心臓のところに自分がいる気分になって、心臓を裏側から見て、まあこれはドランバルにあれなんだけど、裏側には入り口があるから、その入り口から入るためにまずは心臓と親しくする、自分の心臓と。まずはさ、心臓ってさ、私たちがお母さんのお腹に宿ってる時に多分鼓動をスタートさせてくれて、うんうん、そこから今この瞬間まで多分一回も止まってないですよね。そうだね、うん、なんかね、病気とかしない限りはね、うん、でそうやって私たちが何やってても絶対私たちをこう生かしてくれてる、黙って鼓動を続けてくれてる、うんうん、その心臓にあなたは何が言いたいですかって言って、うん、ちょっと、うん、そう、うん、えっていうのね、そういう時って臓器ってみんな意識があるので、うんうん、何からのサインを示してくれる、でそうやってちょっとこう心臓と親しむんですね。うん、親しんだ後にね、入り口どこなのって聞いたりとか、なるほど、あとは自分探す、うん、でそうすると自分の心臓への入り口ってなぜかわかるんだよね。でそれがこういうビジュアルで、もういろんなビジュアルで、その私みたいにドアがついてましたみたいな人もいれば、うん、あのそうじゃなくてもうドクドク言ってる心臓を感じる人もいれば、うん、あとはビジュアルに来ないけど、うん、なんとなくこっちかなって方向に進んだら入っちゃう人もいれば、うんうん、もう音がする人もいれば、もうほんと一人一人違うんですよね。 そんな風に入ったのってびっくりするようなもういろんな人がいます。だからね、あの自分を信頼する、自分の感覚を、うん、